かっこいい、先輩かっこいい。はいどうも皆さんこんにちは、トニーです。チャイです。今回もねピクサークやっていきます。はい。で先輩、うん、あのねちょっとこれ来てほしいんですけど、うん、ここにねチーターおったじゃないですか。チーターじゃない、ハイエナ。ハイエナ、うん、ね。でハイエナおってこれ囲ってたじゃないですか。で僕ね、うん、怖くてこっから覗いたんですよ。これ先輩これ見てください。先輩、これほんだらねおらんようになってたんですよ、うん、だからこれら、うん、とりあえずこれ潰しますか。こんな狭いところおったらそれはね死にたくなるな。でこの子らにとりあえずご飯与えないとあかんのですね。うん。ジャム、これどうやって食べさせるんですかね。あ、減っていってる。あのね、うん、このジャムのインベントリにアクセスしてその中に、うん、あのジャムのね、うん、インベントリの中にアイテム入れてあげたら食べますね。あ、そうなの。はい。あ、サドル作れますね。ピオミアのサドル、パラサウロスのサドル。あ、こうやっていろんなサドルがあるんですね。ああ。じゃあこう石の矢、あ、面白そうなウサギの耳の帽子とか先輩作れますよ。あー、はあ。案内状、あ、これも作っておきますか。透析器、これ何なんすかね、この線。この線、はい。先輩何を言ってるの。なんかオーラまとってますよ。すごいっすね。ほんでこれ見てください。これストレージ増やして、これ先輩ね、うん、ね、作ったんすよ。おー、あの槍とか真ん中のところにね、うん。ほんでね先輩、ここもあれストレージの中に、うん、あのね先輩のブーツとかここ入れてるんで、これ取ってください。あー、はい。先輩ずっと裸足でしょ、だって。うん、かわいそう。え、はいはい。ちょっとここ火灯そうか。暗いっすね。はい、アクセス。点火。はい、明るくなりましたね。ね。これ点火しましたね。ほんで先輩ちょっとな、これなんすかこの光。何のこと言ってるかうちにはわからんの。ちょっと先輩とりあえずね、この槍立て、これ作ったんすよ、槍。おお。一人一本すよ、先輩の分も作っといたんで。ありがとうよ。はい。槍、あーすげえかっこいい。わあ、かっこいい。うわ、つけるつける、プシューンってつける、シュッシュッ。お、かっこいいかっこいい。それ先輩のね。ああ。で先輩これ上登ってきてほしいんですけど、登る、いいで登れます、はしご。え、はしご先輩、ここここここ、あ、あ、はい、はしご作って、ここ2回つく、あ、この光か。登れます。ちょっとなんで、なんで破壊行動するんですか、ほんまに。せっかく作ったのに僕。で、これね、うん、これもようわかんないですけど、なんかまあ入れれるみたいですね。ここにね、ちょっと先輩マジでほんまにダメージいくからねこれ。ちょっとほんま、もうほんま
ちょっと刺さった。あ、痛っ。ほんま。何すんねん。いやいやいや、ちょっとこれ抜いてくださいよ。ちょっとほんま。何やってんすか。で、先輩ちょっと聞いてほしいんですけど、うん、僕ね、魔法覚えれるようになったんすよ、一個。匠の技で魔法スキルでこれ魔法の麻酔矢って作れるんですね。麻酔矢、はい。で魔法の生き物に軽いダメージ、魔法の生き物って何なんすか。まあいいか。魔法の生き物に軽いダメージと多くの気絶値を与えます。あ、うん、石の矢が必要。まあ、これ作ったとしてですよ、うん、とりあえず制作で魔法ってどれや、これか。まあ、マジックベリーとかいるんですね。まあ、とりあえずちょっとまだ作れなさそうですね。そうなの。はい。じゃあいきますね。うちに投げるなよ。刺さるやん。串刺しになる。先輩に刺さるんすかね、これ。え、どうやって投げるんすか。いや、僕狙わない。いやいやいや。それどうやったんすか。それどうやったんすか。え、それどうやったんすか。え。かっこいい。先輩かっこいい。やばい。あ、ちょっと。え、ここにすんのやめてくださいよ。え。右の長押しして、ああできるできるできる。で、はい、狙いを定めてプシュって。怖いから先輩こっち向かっとってください。え、すげえ。あ、縦縦、先輩縦構えれますよ。縦縦、ずるい。ほら縦。うわ、かっこいい。動きかわいいですね。僕魔法の森っていうところまで行ってきたんですよ。うん。でね、うん、これ先輩ちょっと見てください、ここ。どこやったかな。あー、あったあった。あの収納ボックス左から 1,2,3,4 個目、4個目のとこのインベントリ見てほしいんですけどね。あれ、おう、まあ簡単に言えばですよ、本当に、はい、お家の中がちょっとスペースが結構広くなってないかい。はい、いや広くはなってないですよ。いろいろ作りましたね。なんか大事なものはいない気がするけど。死にましたね、一緒に旅立てたら。ごめんなさいね。あとね、その魔法の麻酔矢作るためにね、うん、そのマジックベリーとかいるんですけど、あ、ま、石の矢とマジックベリーと魔法の樹皮と、うん、風の魔法石がいるんですよ。おー、なんやこれ思いながら、こんなんどこにあんねんと思いながら、まあまあ、うん、魔法ってつくぐらいやから、うん、ね、魔法の森っていうところにあるんかなと思って魔法の森行ってきたんですよ、うん、ね、ほんだらね、うん、あったんすよ。なんか守られてたんすよ、風の魔法石の元素とかが。おお。でもこれね、石じゃないんすよ。風の魔法石の元素を手に入れたんですけど、うん、ね、うん、作り方がよくわかんないんですよね、これ。あ、そう、だからどうしようかなって思ってるんですけど、うん、とりあえず先輩についてきてほしい場所があるんですよ、うん、安全なところならどこでも。安全ではないですね。先輩ごめん、意識飛んでた今。なんか言った。意識飛んでたってなんすか。これ、先輩、あ、槍持って行ってください。槍ね。ここにね、盾があるんで何個か持って行ってください。盾を大量に入れたんすよ。ここじゃないわ。右からね、一番右か、一番右にね、大量に盾作って入れてるんで、おう、これ何個か持って行ってください。はい、行きましょう。おう、行きましょう行きましょう。ほんでね、うん、そこ閉めとってください。なんで。先輩っていつも変なとこ向いてますよね。ほんだら行きましょうか。で、まあここなんすよ、ここ。先輩ここ、ここね、おう、
ここにもしかしたらなんかあるかもしれないんですよ。ここ先輩わかります？ここ、あ、はい、久しぶり。あ、なんかおる。あ、それダメですよ。トニーの近くにおったら。なんかちょっと待って、ちょっと待って、こいつ絶対強い。ちょっと待って、バレないようにこっちから行きます。ねえ、でこれ今槍じゃなくて、いやどうなんやろ、ピッケル、ピッケルとかの方がいいんですかね。なんかいろいろあるんですけど、これしゃがんで C でしゃがめるでしょ。 C でしゃがんで、カブトムシやん。そうそうそう、だからもうちょっと叩いてみようかな。いやいや、やめてください。ちょっと先輩マジで。これでオープン、ドアが開きましたね先輩。あ、先輩、あれあれあれ先輩、あのねあ、こいつなんか反応しない。このインベントリーみたいなところの中にね、うん、なんかこっち向きおる。ほら、なんかあるんすよ、うん、ほら、トニーが邪魔。え、あ、なになに、こいつこいつ、なになに、ちょ、先輩攻撃しました、もしかして。うん、してないしてない、向こうが来た来たって。よしよしよし、もう先輩、もう戻りました戻りました。もう先輩死にました。もう僕掘っていきます。先輩掘って、僕はちょっと戻ります。レアアイテム見っけましょう。レアアイテム、レアアイテム、はい、レアアイテム、レアアイテムね。なんかいっぱい昆虫とかおるんですけど。ん、昆虫とか、ふかさしてお家で買おう。いや、ちょっとやめません。趣味悪ないですかそれ。え、先輩大丈夫ですか。大丈夫じゃない。よいしょよいしょ。おカナブーンがおった。痛い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 。あ、やばい、うち水分ない。この野郎めっちゃ硬いっすよ。もう一回虫で。やばいやばい。あ、扉が開いた先輩。お、すげえ。こっち扉開きましたよ。私あれがない。はい、あのね、え、びっくりした。いや、僕の方がびっくりしましたよ今。ちょ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 、邪魔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 、お前邪魔。これどうしたらいいんですか。え、なんか変な敵がね、いっぱいおるんすよ。なんかすごいんすけど、ここそんなにやばいところ。なにこれ、え、なになに、なんかクラクラしてる、クラクラ。一体なに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 。あ、水分足りんのちゃん。あー、水分ない。水筒作って持っていけるんすか。なんか作れるって書いてなかったかな、確か。匠海の技で胸なんかいろいろある先輩。え、胸、いや、胸はないけど胸ってなんすか先輩、魔法石ここにどっかあるんちゃいます。おお、魔法石探してるんすよ僕はね今。うん、なんかやばいやついっぱいおるんすけど、こいつらなんなんすかほんま。ちょっとこれ僕、うわ、なんかミイラおる、ミイラおる、逃げろ。かわよつ、痛い痛い痛い、ちょっと待て、死ぬから死ぬから、絶対死ぬから先輩、僕死にます、もう終わりです。うちも死んでもうた。よいしょ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 、なんとかないかな。あー、死んじゃったー。先輩いましたね先輩。頑張って。今先輩元気ですか、体力。あー、そこまでそこまで、あ、ほんならもういっか。魔法の、風の魔法石をどうやって作るかですよね。なるほど。そうなんですよ。
あのね、はいはいはい、うちはね、それも大事やねんけど、革が4つ欲しい。あー、僕も可能であれば8個欲しい。革、そうなんですよ、僕も欲しいんですよ、それ。いっぱい玉ゲットできましたね。ねえ、なかなかいい感じじゃないですか。うん、よし、水ねえ、あ、僕も飲もう。ほんでね、この家もね、おしゃれにできるんですよね。なるほど。なんか敵ついてきてますけど、先輩、ちょっとやばいやばい。え、うちに？いや、ちょっと待ってくださいよ。こいつ倒せるんかな。今ちょっと試みてみます。うん、よよよよよ、えい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 、ついついつい、なんかつい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 、おっと危ない、つい、うわっと強いの大丈夫？えい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 、硬いんすよねこいつ。斧の方が効くんか。あ、なんかはまったはまった、あいた、はまっちゃったはまっちゃった、危な、くぅ。えい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 、攻撃して逃げる。あ、はまったはまった、先輩はまってしまった。大丈夫？うん、まあなんとか。えいえい、これ弱点とかどっかあるんですかね。えい、うんこしやがったこいつ、いた。ちょっと待ってくださいよ、斧、斧、あ、ピッキリじゃない、あ、やばいやばいやばい。僕の槍を持ってサソリがあっち行ってるんですけど先輩ちょっとどうしましょう。あれあれ、道場破り的なやつになってるな道場サソリ道場サソリほんまもうやめてほしいっすね。あ、オッケー、これもう一発も当たれれないっすね。よいしょよいしょ。ここ穴掘りすぎやろ、誰や。ていていていて、あ、石斧じゃ全然ダメだ、全然ダメですね。あ、先輩は全然ダメでした。あら、っていうかね、なんか剣みたいな僕ゲットしてます、これもしかして。です、ます。あ、先輩、鉄の槍みたいな、みたいな、すいすいすい、やばい、すごい、あ、当たる テイムできそう？いや、テイムはまだできない。諦める？あ、あかん、あかん、僕が死んじゃった。こいつ、このプテラノドン一回ため攻撃してみますか。レベル62ですけど。あ、倒せた。え、先輩倒せましたよ。まあ、とりあえず今のところはこんなんいろいろ作ったんですけど、これなんかインゴット作れるっぽいですね。銅のインゴット、ガラス、鉄インゴットとか、わ、銀のインゴット作れるようなやつ、大丈夫か、やつを作りましたね。いくぞ。ジャモ、ジャモ仲間、ジャモちょっとかわいいやろ。で、これを閉めて、あー、これもあのフィオミアでしたっけこれ。うん、このサドルはもう作れるんでね、この子にも乗れますね。ジャモってまた変な名前ですねこれ。かわいいやん、ジャモ先輩ちょっとこの辺で終わりにしますか。とりあえずジャモにも会えたし、はいね。うん、ねえ、ちょっとまだアーリーアクセス版でエラーっていうか、めっちゃかっこいい、バグ
ちょっと待ってください先輩、こいつ無理やり入ろうとしますけど僕入れないんですけど、ね、ちょっとマジでこいつほんま、ちょ先輩何してくれてんすか、ちょっと一旦殺していいっすか。なんでだって僕入れないですもん。あ、はい、閉めれました。閉めた。あ、よかったよかった。ちょっとじゃあもうかわいそう。なんかいや僕の方がかわいそうでしょこれ、どう見たって僕の方がかわいそうですよ。もうちょっと時間経ってからこちらのゲームやっていきますか。うん、ねちょっとまだいろいろエラーがよく出るんで、それが治ってくれてから、それが治ってからやった方がいいんですかね。うん、結構ラグもねなかなかな感じなんで、まあでもねゲーム性はなんか面白いんですけどね。うん、テイムして魔法も使えるし、ね、家も結構おしゃれにしよう思ったらできますもんね。おしゃれにするための建造物も作れるんで、うん、まあとりあえず一旦これで終わりと。うん、でまたまあアップデートがなんかこう機次第またやりますか。うん、先輩浮いてますけど大丈夫ですかそれ。神になった私。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。もしこの動画が楽しいと感じたら高評価ボタンの方とチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。それではトニーでした。ジャイでした。またね。じゃあねー。